2年連続4回目の出場、近大和歌山。バックスに展開を持っていく勝ちパターン、そのチームを束ねるのがキャプテンの岸未来。この日練習を覗いてみると、男子に混じって女子中学生が一人。実はそのお兄ちゃんのラグビーしている姿を見れるのは3年間しかなくて、一緒の学校でラグビーしたいと思ったからです。彼女の名前は岸ほのか。そう、キャプテン岸未来の妹。兄未来は去年2年生ながら花園にスタメン出場。今年はキャプテンとなり、チームの中心選手に成長した。どうするの？やるしかないって。やれよ。関係ないって。兄未来に憧れ、5歳でラグビーを始めたほのか。近大和歌山では中学と高校の合同練習があることを知り、中学受験をして兄を追いかけてきた。自分より上手な人ばっかりですし、それを見て学ぶのも楽しいですし、それを教えてもらうのも楽しんでます。ちょっと恥ずかしかったです。今はまあ慣れてきたんで、そんなに気にしていないです。そうは言うものの、兄の視線の先にはやはり妹が。お兄ちゃんも、まあ、チームのキャプテンですので、まあ、いろんな面を配らしてるんだけども、まあ、いつも妹を気にかけながらやってるように僕には映ります。受験当時の様子をお母さんは。お兄ちゃん抜いてとこ行きたいって言って、はい、頑張って勉強してました。今日はこんなんやったよとか、ニンニこんなん言ってたよとかっていうのは聞きますね。ラグビーしてる時は声出したり、プレーでも引っ張ったりとかして、ラグビーをどうしたら上手くなるとかとか動画見たりとかして、努力を惜しまないところがかっこいいです。お兄ちゃんのこと好き？はい。特に兄のどんなプレーが好きなのか。当たりタックルとかそういう時に、なんか相手をこかしたりとかしてるところがすごいと思ったし、自分もやってみたいと思ってかっこいいと思いました。ありがたいです。自分がきっかけでラグビー続けてるっていうのは知らなかったんで、それ聞いてラグビー頑張ってきてよかったなと思います。しかし本番1ヶ月前、未来は左足を捻挫。思うように練習に参加できない日が続いていた。そんな兄を応援するため、ほのかはお守りを作っていた。母に教わりながら、一針一針に思いを込めた。最後の花園を楽しんで全力でやってもらえるようにっていう思いを込めて作りました。あんまり反応しません。あれ、ありがとう。よくできたなと思います。当たりとかそういう部分に憧れてたところあるんで、それと声を出したりしてチームを引っ張っていってる姿を見たいと思います。やっぱり勝ってかっこいい姿見せたいと思ってます。妹の思いとともに、花園で勇姿を。序盤から未来が仕掛ける。センター岸がまた前に出ます。2人がかりのタックル、なおしかしなおも前に出ました。近大和歌山岸未来。しかし内側をついた。スタンドオフ、アニア武蔵走り切りました。先制を許す。仲間を鼓舞する未来。ロックの具志堅、そしてフランカーの平、最後はフランカー荒垣。わずかに届かず。
後半もキャプテン未来が体を張る。近大和歌山キャプテンの岸の突進、まだ粘る、まだ粘る。反撃したい近大和歌山、この後2トライを奪われ突き放される。それでもターンオーバーです。フランカー岩崎走る走る、抜け切った、ワントライ返した近大和歌山。フランカー岩崎のトライ、しかしノーサイド。未来の花園は終わった。かっこいい姿は見せたかったんですけど、花園っていう景色を妹に見せることができたのは良かったかなと思います。応援ありがとうございました。気をつけて。タックルで止めたりとか、相手に当たったりとか、気合いも感じたし、やっぱすごいなと思いました。この舞台で絶対勝とうって去年負けた時から思ってやってきたんですけど、1年生はこれを糧に花園で絶対一勝してくれると思うので頑張ってほしいです。応援ありがとうございました。僕たちは最高のチームで幸せでした。毎日朝からご飯を作ってくださった、お母さんと僕たちはやっぱり本当に幸せ者だなと感じることができました。近大和歌山ラグビー部は続いていくので応援よろしくお願いします。気をつけて。来年マネージャーとしてアマゾン立てるように頑張ってください。ありがとう。ありがとう。ありがとう。